最近の 5A でもだいぶ主流というか難しい技の王道みたいになってきたインフィニットビースティングですね。まあ、石原さんも正直得意ではない。あ、そもそもビースティングってものがあんま得意じゃないんで覚えたのもここ3、4年ぐらいなんで。意外すぎる。いやでもかなり綺麗なデモンストレーション撮れましたよ。 Thank you。 さあそれではやり方の前に前提の技何が必要か教えてもらっていいでしょうか。まず大前提となる技が360からのボトムマウントです。で、その次に必要なのが360ボトムマウントからの1回ビスティング。実際のね、つなぐときにもう最初そこから入りますもんね。はい。で、この技は普通のビスティングからでもできなくはないんです。ただ、中指人数の中は人差し指、中指でビースティングやると思うんですけど、中指でダブルビースティングやるとすっごいコントロールしづらいんですよ。慣れてる人差し指の方が確実にコントロールしやすいんで、この2つのアドは絶対にマスターしてください。ここまではですね、そんな難易度高くないんで、これはすぐできると思います。ただこれがインフィニティとなるともう難易度バカ上がりしますので、ここからは練習あるのみです。じゃあ1往復だけやって1回だけやってもらっていいですか。1周だけ。まずは360ボトムマウントビースティング1回やりますよね。その後3回戻してください、はい、見てもらうと分かるんですけども3回戻してます。その時にタイミングを合わせてもう1回ボトムマウントでまた3回離す、要は1回乗せて3回離すの繰り返しなんです。ただタイミングを覚えるのがめちゃくちゃ難しい。これは練習してタイミングをつかむしかないんですが、今から少しでもタイミングをつかみやすくするためのコツを教えます。まず第1、カメを作ってください。まずボトムマウントビースティングをした際に1回一瞬気持ち止めます。ここここここで、一瞬止めた後にここまで行くんですね、ウェイトが。ここまで行った時に一気に3回戻す。3回外した後なんですが、こちらもまた一瞬ためを作ってください。ここここここで、なぜためが必要かというと、早くやりすぎるとストリングの位置がこの辺にいるときにビースティングをしようとするとタイミングが狂ってビースティングどころではなくなります。多少こう食い込んだぐらいの方がビースティングとしてマウントしやすいんですね。逆に悪い例を言ってみましょう。早くやりすぎた結果、入れます？吹っ飛ぶ可能性があって怖いんだよな。ちょっと俺も怖いですね。今のはかなり焦ってやった変化です、うん、早く やりすぎようとするとヨーヨーが制御できずに本当にヨーヨー吹っ飛んでいく恐れがありますので、指に当たるかもしれないですけども、一瞬タミを作って待った方が事故が少なくなります。ファイブエイってタイミングなんですね。はい、タイミングが本当に命です。最初の1回目はタミの余裕が生まれるのでまだやりやすいんですが、2回目からどんどんビースティングの枠が小さくなってきます。そうするとタメを作るのが難しくなりますので、ここからはもう感覚としか言いようがないんですが、このタメのポイントを意識して素早く3回戻す、これを意識するといつかはタイミングがつかめてきてできるようになりますので、これは本当に根気が必要なことなので諦めずに挑戦してみてください。
今回の応用はターニングポイントのターニングポイント2、そして使用ウェイトはポリコンから発売されています私石原秀康のシグネチャーウェイトスモールになります。それでは今回の動画がためになった、参考になった、面白かったと思いましたら、チャンネル登録、グッドボタン、またはコメント等でですね、反応を残していただけると、これからのトリック動画制作に非常に励みになります。ぜひ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕もね、個人的にはこのトリックに憧れが強くて、似たような思いを抱いている方、とても多かったと思うので、多くの方に役立つことを期待しています。というわけで、石原さんありがとうございました。ありがとうございました。次のチュートリアルもよろしくお願いします。さよなら。さよなら。